はい、こんにちは。スタジオリバーサイドへこそ、ギタリストでシンガーソングライターの竹下敦でございます。本日のサウンドチェックはこちら、ズーム社提供ズーム G2NU B の2番まで来ました。ZEP STD ですね。はい、ちなみに、ズーム社 G2NU こんな形です。サンプラーですね。はい、マンセレクターなんですが、サンプラー超高性能コピーマシーンみたいな感じですね。はい、使用するギターは富士原製ストラトキャスターです。ギターを手にしたら6弦3フレットからスケール練習です。ゆっくり丁寧に奏でましょう。中指で始まり中指です。ゆっくり丁寧に奏でましょう。はい、中指に入れ替えるかというと、2オクターブを全く同じにして奏でられるからです。中指に入れ替えます。はい、加工してみましょう。最初はこれが繋がらなくても何の問題もありません。慣れてきたら3オクターブにチャレンジしましょう。1弦も使うのでできると達成感があります。はい、はい、加工してみましょう。もう一度いってみましょう。これができるとですね、結構運指的にね、こう逆になっていくとこなので、できることの自由度が広がりますので、ぜひ最初うまくいかないと思いますけど、トライしていくことをお勧めします。次に Em-Bc-D、 この循環コードをクソ真面目に練習します。タイムイズマネー、時は金なるなどで遊んでる暇などありません。仕事してるかギター弾いてるかご飯食べてるかのどれかです。はい、一生懸命練習してちゃんと休みましょう。休みは重要ですよ。はい、ワン・ツー・ワン・ツの持ち方です。人差し指の上に優しく乗せてあげます。そして親指で優しく包み込んであげます。ピックの出る量なんですが、8ミリから10ミリぐらいがよろしいでしょう。はい、でよくボールペン回しってやりましたね。あの要領で、ピックをこうくるくる回す。はい、ピックをギュッと持っていいことは何もありません。とにかく優しく持ってあげることですね。何事も優しくです。はい、次に5、4、3弦のアルペジオに進んでみましょう。はい、ルートを弾くときですね、前のめりになる。体で覚えないと何事も、覚えません。頭で覚えてもそれはすぐに忘れるので、体に染み付くまで頑張りましょう。はい、この際重要なのは開放弦のコントロールですね。
開放弦というのは指で押さえていないので、いわゆる、まあ、濃根状態なんですね。この2つはコントロールができる。例えばビブラートかける。ただ開放弦はこれ何もできないので、極めて繊細に弾いてあげる必要があります。はい、このこと非常に重要なので忘れないでください。次に4、3、2弦のアルペジオです。物理的に4弦の方が5弦より細いので、より繊細なピッキングが必要です。優しく丁寧に、弾く、叩くのではなく弦を押し出す感覚で奏でましょう。はい、ゆっくり丁寧です。こういったダウンダウンダウンアップ、これを弾かしているようになると、こういうフレーズが弾けるようになります。日本のアースシェイカーという、グループのモアという楽曲のイントロですね。日本の雅楽を回せる非常に美しいフレーズです。徐々に学んでいきましょう。時はですね、あまりピックを斜めに当てることはないです。あくまでフラットに、斜めに当てるといわゆるピッキングハーモニクス、昔よく使ったんですがね、高周波成分が出るのでピックをフラットに当てることの方が多いです。そして次にですね、歪んだギターで前衛ナンバーワン、びっくりしましたね。イエスのロンリーハートですね。これパーカッシブな要素、カラピックですね。これを学ぶのに最適だと思います。行ってみましょう。ワン、ツー、ワン。ちなみにライブバージョンだとこう弾いてます。細かい違いで大変恐縮ですが、レコーディングバージョンでは1回ですね。ライブバージョンでは これに意味があるかというとないですね。彼の手癖でしょう、多分。はい、でもなんとなくかっこいいんですよね、ライブバージョン。こうなんとなくかっこいいって重要なんですよ。ただの手癖なんですよね。はい、次にご自身でリフを考える際に参考になると幸いです。ランディ・ローズが奏でましたミスター・クローリーですね。パワーコードにメロディーのように、はい、こちらを学んでいきましょう。ランディ・ローズはですね、もともとクラシックのギタリストだったんですが、まあクラシックギターだけではね、生きていけないということで、オジー・オズボーンバンドの、オーディションを受けたわけですが、ランディ・ローズがですね、オジーのホテル、泊まっているホテルの部屋に入ったその時、オジーはこう言ったそうです。僕たちが求めていたのは君だとね。あのギタリストというのはもうそのギターを持とうとした瞬間に、どれぐらい弾けるか、その技量というかね、が分かるものなんでしょう。おじいぐらいになるとよくわかんないですけどね。はい、というわけでミスタークローリーいってみましょう。ワン、ツー、ワン。
となります。このリフで非常に重要なのはプリングですね。これ焦ってしまってとならないように、もう一箇所はですね、1回目はランディはオンビートで、2回目はもたらせてます。これはもうオジーの歌い方に合わせたんでしょうね。あくまでギターは伴奏楽器であって、歌い手が歌いやすいように伴奏すること、これ非常に重要なことです。はい、そしてギターソロが弾きたくなると思うんですが、あなたのギターソロは誰も聴いていないと思ってください。はい、なぜならですね、例えるならエブリトルスイングの伊藤一郎さん、私好きなんですが、かっこいいギターソロ弾いてる最中に、ワウワウの生中継で映し出されるのは持田香織さんの笑顔です。それぐらいに、女性の笑顔にパワーはあって、男性が弾くギターソロには大して意味はありません。あなたのギターソロ誰も聴いていません。ですが頑張りましょう。誰かが聴いてくれているかもしれないから、はい、ゆっくり学んでいきましょう。ファイナルカウントダウンという楽器でございます。このギターソロいろんな要素が含まれているので、学んでおくとよろしいかと思います。これチョーキングですね。しっかり上げてリリースする。これも慣れです。単に繰り返し練習してればそのうちできるようになります。はい、そして非常にギターを奏でる上で重要なことです。それはですね、指と弦が離れている時間、これを極めて短くすることです。バタバタとした運指ではなく、弦の指をスル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 っと静かに移動すること、これ非常に重要なことです。課題曲としてイングエマルンスティーン広島モナムロを簡単にしたことです。練習すれば誰でも弾けます。はい、不次元製ストラトキャスターです。ちなみにストラトは不次元が一番音がいいと思ってます。個人的主観です。はい、私は現在ですね、こちらテーパーがあります、横浜にございます、シアミュージック横浜校でエレキギターとアコースティックギターの講師をさせていただいております。ありがとうございます。講師のレッスンを選ぶ、なんかブラウザー上からね、予約を取れる画面があるんだと思うんですが、私をご指名いただくことは大変光栄なんですが、私の器がですね、非常に小さいためにですね、多くの生徒さんを抱えることができません。申し訳ございませんが。今までね、過去に教えてきた、生徒さん、もしくは、今ね、ついてきてくれている生徒さんを大切にしたく思っております。あまり新規でね、多くの生徒さんを、抱えるほどの器がございません。申し訳ございませんが。で、正直そんなに教えることがうまいとも思ってないんですね。
私はあくまでプレイヤーであって、そのいわゆるそのギター講師ですけどそんなにですね教えることうまくないんですね、なので、一生懸命やってるんですよ一生懸命やってるんですけど、その方その方のね、一人一人のその成長プランみたいなのカリキュラム作ってるんですが、何人分も作れるほどの器がないもんで、すいませんけど、はい、ので、あまり新規で生徒さんを増やそうとは思っておりません。というわけで、横浜市ミュージックですね、ボーカル特にですね素晴らしいと私は思います。そしてドラム、はい、もうこの人に習ったらそりゃいいドラマになれるだろうなっていうようなドラマーさんが講師やっております。そしてベース、そしてピアノ、はい、そして話し方、そして DTM、いわゆるその私はプレスアンズのスタジオは愛用してますが、まあ、PC を使ったね、パソコン内で完結する、音楽作成ソフトですねはい、それぞれの講師がですねスペシャリストです、はい、私は長年、まあ、いろんな学校で教えさせていただきましたが、横浜シャーミュージックね、この人いまいちだなと思う人が誰もいないんですね。どの講師もああすごいな、いい講師だなと思うんですよね。なので自信を持ってお勧めできます、はい、何かね、音楽ギターならギター弾いてるとつまずく時って絶対あると思うんです。そんな時はぜひね、横浜シェアミュージックにお電話くださいませ、フリーダイヤルでねつながりますので、それではスタジオリバーサイドからギタリストでシンガーソングライターの竹下敦をお送りいたしました。はい、横浜シェアミュージックでねお会いできることを楽しみにしております。暑いんでね、とにかく皆様お体には気をつけてお過ごしくださいませ。それでは。